もかまです。レールウェイエンパイア実況パート2やっていきましょう。さあ、前回予告した通り、今回はダウンロードコンテンツの日本マップでやっていきたいと思います。もうこの画面から日本ですね、富士山と五重の塔と桜、じゃあやっていきましょうか。で、キャンペーンモード、キャンペーンには多分ないんだよな、日本ないのか、全部これクリアすれば出てくるかわかんないけども、できないので、今回はね、フリーモードでやっていきたいと思います。日本も、東日本、西日本みたいな分かれてるマップと、もう一個、日本全国っていうのがあるからね、これやっていこうかな。設定ですが、最初のお金、100万、200万、300万、まあ多い方がいいか、300万、開始都市。旭川、福岡、京都、東京、網走、すごい。あ、そっか、これ全部都市か。すごいね。金沢、長野とかあるよ。函館もあるんだね。函館ってね、俺の出身なんですけど、まあちょっと多分規模ちっちゃいから、ハイライトされた4つの都市から始めた方がいいって書いてあるから、旭川から行こうかな。これが大きいんだろうね、きっとね。ライバル社。これね、動画、パート1では出てこなかったけども、CPU がね、いるんだよね。3は多くないか ?2 ぐらいにしとこうか。降雪。雪が降る。冬の間、北部地域に豪雪が降り、全線の運行速度が遅くなります。あ、いいんじゃない?ちょっと遅くなるのはいただけねえけども、ビジュアルが見たい。キャラクター。将軍。ジョナサン・ジョンソン将軍だって。日本じゃないよね、これはね。日本っぽいのいない。これギャングスターなんだ。欲しいものは必ず手に入れる。ニューヨークの移民街で育ったドンロレンゾは相馬なんだ。あ、これドンロレンゾ。これしようかな。レディー。舞妓さんみたいな感じ。特性がね、ポップアイコン。乗客と郵便局、郵便物からの収入が 15% 増加する。で、急行列車走らせると、チケット収入が2倍になるのかな?これダブルボーナスだって。その代わり、修理が遅くなったり、貨物収入が 20% 低下。いいんじゃない?これやろうか。名前、コーマ・ドスエ。会社名、JR ノレ全日本。スタート。来ました。北海道は、旭川ですね。いきなり、雪がすごいね。いいよ。なんだこれ。え?これ何これ?あ、酒蔵って書いてある。すごい、酒だ。米から酒を作ってんだ。特産品が酒ってこと。めっちゃ冬だけど、がっつり桜咲いてるね。1月3日だけどな。咲いてますね。で、ライバルは、東京と、京都にいるんだね。なるほど。あ、フリーモードでも一応タスクはあるんだな。めちゃめちゃあるけど。旭川から札幌に乗客を運送とかね。252車両分のタコを町まで運送しよう。タコ?なぜタコ?でもこれあれだろうね。多分日本マップだから出てきてんだろうな。タコ。じゃあとりあえず、旭川を発展させていきましょう。札幌どこだっけ?札幌、あった、札幌もありますね。うん。札幌と旭川は早めにちょっと発展させたいなと思ってんだけど。まず旭川。需要が、これですね。月間需要。米がすげえ欲しいっつってるんだね。米、まあ、木材。酒は作ってからいいよな。タコ。すごいな。米、大豆、酒、醤油、木材、そしてタコ。このラインナップでタコおかしいでしょ。これは日高、くぼち。ああ、塩が取れると。ああ。清水、地高。カオリン何カオリンって。誰ああ、調べたら粘土だったわ、カオリン。なんか陶器とか作るのかな。とりあえず、ここの榎本農場にある米。これを運び入れましょうか。あとはタコも欲しいな。長谷川漁業のタコ。これも
行きましょう。信号扱い所付きの駅、こいつを建てます。信号扱い所がついてると自動で止まるホームをね決めてくれるから煩わしくないらしいです。はい。で、米のとこにちっちゃい駅、あとタコもちっちゃい駅。あー、これ日高山脈か。これ等高線引いてあるんだけどさ、日高山脈邪魔だな。日高山脈中に駅建てようか。値段変わんないんでしょ多分。よし、すげえ駅だな。すごいとこ作っちゃった。で、線路でそれぞれつなぎます。路線の設定をして、機関車追加、ロケット号だって。なんだこれ。バッタみたいな形してっけど。あー、牽引力 10% か。弱い、ヘボいですね。まあしょうがないですね。その分安いからな。これ早く研究して違う列車もアンドックしないと。お、なんだ、雪のためエンジンの速度が低下しました。はい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 。寒いとね、どうしても蒸気機関だからな、蒸気があんま出ないもんな、寒いとな。さあ、今タコを積んでおります、後ろに。すごいですね、寒そう。でも見た感じがなんか日本っぽくないよな。なんだろう、木かな。木が広葉樹っぽいもんね。あ、雪が溶けてきた。早くない？ 2 月だよ、まだ。まあ、2月か、溶けるか。2月の溶けるか。で、北海道は2月まだ結構雪残ってっけどね。あー、なんだ。あ、オークションか。信号雷管。機関車の信頼性 6% 増加する。あ、一人入札した。どうしよう、オークションだから。俺もこれ入札すれば、2万5000か。行ったれ行ったれ。コーマドスエ。あー、くそ、ドッグマーフィー、ムカつくこいつ。オッケー。よっしゃ、取ってやった。開始価格1万5000から3倍か。まあ、機関車の信頼性が上がればね、その分故障しづらくなるから、よしとしましょう。つうか、このタコ機関車が全然出発しないんだけど、これなんでだっけ？タコ積んでるよ、がっつり。あ、わかった、そっか。ここで同じ、ホームに行ってるからか。あー、なるほど。じゃあ、ここに、あれだ。信号をつければいいのか。ここに信号を、こうやって、ここにつけてあげれば、ここまでは多分来てくれるはず。こっち側も。はい。はいはいはい。そうだね。ていうか、桜すごいね。めっちゃ咲いてんじゃん。いいね。見よう見よう。花見をしながら。うわ、すごい。やけくそだな。こんな桜ある。海外から見たジャパン、こんな感じかもしんないね。うん。あー、家は日本風になってんのかな、これ。おうおう、いいよいいよ。早吹きでね。ここは雰囲気出てるわ。お、新聞。先住民最低住化法案施行。ミシシッピ東部における先住民の最低住化法。なんで日本なのにミシシッピの話を聞かなきゃいけないんだ。はい。日本の話をしてほしいよな。長官で4カモ漫画見たいよね。はい。旭川の需要供給率が今 71% だって。これ 60% 以上になると、都市が成長していくんですよ。人口増えていくの。で、酒が余ってるんだよね、すごい。これ、倉庫いっぱいだもんね。酒をちょっと他のところに持っていきたいなぁ。お酒が欲しいところってないですか？あー、札幌いいっすね。札幌にお酒持っていこうか。はい。ロケット号を購入して、お酒を優先して運んでほしいね。うん。優先設定した。オッケー。あ、つうか、人力車じゃないこれ。すごい。ほらほらほら。あー、このあたりも日本風だね。馬車じゃないもんね。そして、研究もしましょうか。今、研究ポイント110にあるから、このあたり行きたいな。ジョンブルー。ただ、前提で2個研究アンドックしなきゃいけないから、まだじゃあできないのか。このアドラーをまずアンドックしなきゃいけないんだね。じゃあ待つか。あと、この
プラスマークは工場を自分で建てられますよマークらしいんですよね。ほらほらほら、ここ。これなんか建てる？お、いろいろあるね。めっちゃあるじゃん。ちょっと待って、考えよう。何が足りない？基本やっぱり足りないもの作る方がいいよね。最初は醤油が欲しいかもしんないな。醤油って作ってるとこある？他に。なさそう。なさそうだね。オーケー、札幌で醤油作ろう。どこに作ろうかな。まあ、駅に近い方がいいような気がするね。この辺り。はーい。醤油工場。おー。レンガ作り、おしゃれだね。で、ここにちょうど、三浦荘園があるから、ここから大豆を持ってくると。はい。大豆を乗せて、いざ札幌へ、行ってらっしゃい。ちなみにこれね、鉄道でわざわざ結ばなくても、近いところだったら、馬車とかでね、運んでくれるらしいんですよね。お、止まった。こっちから来るか。あー、来た来た来た。これは酒だね。日本酒を持ってきました。あー、ちゃんと番線を選んで入ってってくれるね。おー、素晴らしい。信号扱い書付きの駅はすごくいいね。使い勝手よし。はい。で、これで、大豆が来たから、醤油を作る。で、醤油を、じゃあ今度は逆に、酒を運んできた列車で、旭川に持って帰ろう。醤油を優先設定。醤油オンリーもできるけどね。オンリーだと、ちょっと融通効かないからな。あー、また雪降ってきた。マジか。あー、遅っ。え？遅くない？遅すぎない？こんな遅いの？めちゃめちゃ遅いけど。これ、そうか。え、待って、東京の方は？あ、降ってない。そうか、めちゃめちゃ不利もしかして。北海道って。ライバルに先越されまくりじゃないこれ。大丈夫か？ちょっと、他のライバルの株買うか。株っていうのもあるんだよね。こいつかな？こいつ、トリシアが確か東京にいたよね。株を買っとく？ 20% ぐらい。52万ドルで。函館まで線路伸ばすか。ここも工場を建てられるからさ。ちょっと、先に工場を作る？何がいいかな。まあ、あまりにもね、進みすぎたものを作ってもね、需要がないと意味ないもんな。人口が増えないとさ、ほら、こういう布とか浴衣とかの需要がないから意味ないんだよな。とりあえず駅作って繋ぐだけ繋ぐか。ちょっと場所悪いな、これ。どうしようかな。こっち向きか？こんな感じか？函館駅です。はい。なるべく低いところをこうやって縫っていって。よし。OK。9万ドル。いいでしょう。貨物の設定は自動でいいかな。札幌で余ってるものを持ってってあげて。多分何でも星があるでしょ、今。どこも繋がってないもん。あ、鉄道員雇えるね。清水一郎、軽薄。かわいそうじゃない？機関員だね。機関員は何をしてくれるかっていうと、最大速度が 5% 上昇だって。へぇー、いいね。これちょっと、どうしようかな。札幌函館間の今走らせた列車に、乗せるか。はい、採用。まあ、お金はね、給料を払わなきゃいけないけど。採用。距離長いからな。あ、添乗員も応募してきた。宮崎丸、軽薄。添乗員は、郵便運搬による収入が 10% 上昇。へぇー。そうだよね。この今俺が選んでるキャラクターって、乗客と郵便の収入が、確か高くなるんだよね。さっ札幌、今、乗客9人待機して、郵便は8個。旭川は17。まあ。このゲーム、急行の概念があるから、なるはやでね、次の駅に着くと、急行扱いになるらしいんだけどさ。だから、貨物と別の線路で、乗客と郵便運んだ方がいいと思うんだよね。とりあえず、札幌、旭川間で、伏線にしてさ、作っちゃおっか。こうやって
78,000。はい。よいしょ。で、旭川、札幌まで、貨物は乗客と郵便のみにします。うん。機関車はまだロケット号だけ。そろそろ、アンドックできるかな。あ、添乗員雇おうか。宮崎丸、軽薄。このね、性格がね、他の鉄道員も一つの車両に乗せたときに、性格の組み合わせで効率が上がったり下がったりするらしい。よし、イノベーションポイント252溜まったから、アドラー、222、こいつをアンドックします。うん。今のロケット号よりも速度も牽引力も高いね。よーし。オッケー。早速列車変えたいな。この客車。アドラーに変えましょうか。はいよ。あ、いいっすね。おー、すれ違った。橋です。おー、補給塔か、これ。この視点で見ると結構な迫力だね。はい、通り過ぎて、そのまんま札幌駅へ到着です。まだちっちゃいね、札幌もね。いや、これからどんどんでかくなっていくから。おお、人いる人いる。人の姿は日本じゃないね、これはね。欧米だね。できればそこもちょっと日本っぽくしてもらいたかったな。っていうか、1831年ってまだペリーも来てないから、普通に全然江戸時代なんだけどね。おかしいな。あれ、なんか函館工場建ってるぞ。俺建ててないけど。あー、勝手に建てんのか。布作ってっけど。マジで植物繊維から布。え、プロモーター清水丸。さっきも丸いなかった。今後6ヶ月にわたり、すべての都市でプロモーターを使うことができます。プロモーターは広告やプレゼントを使って、大勢の新たな住民を呼び込みます。あ、人口を増えやすくなるってこと？雇う、雇う。はい。旭川がいいかな。よし。お、スパイが来た、スパイ。これは他のライバルから、技術、アンドックした技術を盗める。雇用しよう。よし。ドッグマーフィーから。さあ、他の、これなんだろう、これ。富士急、こういう資源をね、持っていきたいですよね。原油。いやー、まだ使わねえかな、原油。何が欲しいんだっけ？いや、もうすぐさ、多分、旭川が、今3万人でしょ？ 4 万になると、また需要が増えるんじゃなかったっけ？あ、もう増えてるね、3万で。茶葉。あ、来た来た、布来た。あ、布来たね。布はいいぞ。あ、スパイ。成功しました。速度計を受け取りました。だって速度計これか。機関車の動力が 4% 増加する。お、いいぞ。じゃあこれでジョンブルがいけるな。あとこれは何？従業員オフィス応募者の数が 10% 増加。ジョンブル行こう。ジョンブレ、よっしゃ。で、旭川で布を欲しがるようになったので函館で今作ってんだよね。はい、函館から持っていこうか。函館で布を優先で持って帰ってくれと。うん。ってなると、もっと函館で布をたくさん作りたいので、布の原料は何でしたかというと、植物繊維だから、植物繊維をつなぎたい。あ、ここ？遠いんだけど。本州の方ない？あ、なんだこれ。恐山の菩提寺だって。何これ。あ、観光名所もしかして。待機中の乗客、訪問者。へえ、面白。あ、これちょっとつなぎたいな。はいいんだけど、植物繊維ないですかね。あれないですね。じゃあしょうがないな。北海道で調達するか。ここの植物繊維を札幌経由で函館持っていこう。はい、こんな感じにしてつないであげると。うん。で、結構札幌函館間の荷物が多くなってきたので、単線じゃきついかな。ここも伏線にしましょうか。はい、9万ドル。金が減っていくね。で、信号を設置して
常に右側通行にしましょうかね。で、札幌函館間の、列車をコピーします。はい、オッケー。あ、 JR のれ全日本ジョンブルを輸入。おお、そうでしょ。まだ開国しないからどうやって輸入したのか分かりませんけど。はい、いってらっしゃい。ちょっとここの恐れ山の菩提寺行きたいなぁ。ちょっとここまで伸ばしてみる？線路。こっち側通っていくのがスムーズかなぁ。本当の青函トンネルこっちだけど、こっから行くとまた青森経由してぐるっと回っていかなきゃいけないから、だったら最初からこっち通して、こう行った方が合理的な気がしない？恐れ山、山だからな、高いぞ。あー、なるほど。29万ぐらいかかるんだね。これちょっと待って。一回あれだな。借金しよう。債券発行。80ヶ月で26万ドル借りよう。はい。いいです。よし。恐れ山に駅を作って、繋ぎましょうか。こっから、こう。22万。いいと思います。やっちゃおう。はい。はい。函館、到着。で、この列車はそのまんま、恐れ山行ってくれるのかな？あ！二人乗った。二人？二車両乗った。行ってくれーなんだけど、くっそ遅いな。なんかタスク完了したぞ。なんだ。あー、466人の乗客の運送。はい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 。あ、いいですね。はい、北海道から本州へ渡ります。青函トンネルならぬ、青函橋。いいよー。おー、いいですね。函館を右手に見ながら。いざ本州へ。ああ、いいね。楽しい。そして、恐れ山の駅へ。これ、恐れ山だね。ああ、あそこにある寺。菩提寺。へえ。おー、駅が、あ、なんか今、人があれだったね。日本っぽい感じ。はい、ということで、日本マップで、旭川からスタートしました。旭川、札幌、函館をつないで、そこから本州上陸、恐れ山の菩提寺まで行くようになりましたね。はい。これで、次回はもっと本州の方をですね、ずんずん行きたいんだけども、結構ライバル来てるんだよね。石川、松園、ここまで来てるのか。秋田県？山形？そのあたりまで来てますね。もう一人のライバルは、京都から、三重の方は、まあ、ほどほど。それより西日本の方ですね。島根の松江の方まで来てるんだ。なるほど。こいつは安泰だな。ちょっとね、北海道雪が降るからね、雪が降ってる間はすげえスピード落ちちゃうっていう弱点というか欠点があるので、出遅れてる感が否めない。まあ、しょうがない。そのぐらいのハンデはね、背負ってやりましょう。はい、良ければチャンネル登録をお願いします。またこの動画が面白かったら高評価ボタンを押してもらえると嬉しいです。ではまた次回の実況でお会いしましょう。ご視聴どうもありがとうございました。バイバイ。